ハイカラ万歳、今日のゲストは浪曲師、演歌歌手として大活躍されております、菊池まどかさんをお迎えしております。さて、8歳で浪曲を始め、一旦 OL 生活をして、そしてプロの浪曲師になられたということで、平成22年度の花形演芸大賞銀賞を受賞されて、ここまで、来たわけですけれども、普通ならもうそのまま行くのが、まあこれ、それでも素晴らしい人生なんですけど、さらに演歌歌手にもなろうということで、そうなんです。ねもう欲張りすぎですかね。え、それは何かきっかけあったんですか？浪曲師として、舞台を務めさせていただくときに、浪曲の先輩方も公演の後に一曲やっぱり何か歌われたりとかするんですよ。で、持ち歌を持っておられる師匠は自分の演歌の曲を一曲歌ったりとかするんですけど、菊池は何も自分の持ち歌っていうものがないので、民謡を歌ったりしてた中、自分もなんか一曲自分の持ち歌があればいいなというふうに、常日頃というか、思ってた中、演歌にも挑戦してみないかという機会をいただきまして、で、東京の事務所さんが大阪での浪曲公演を見に来てくださって、事務所に入らせていただくことになり、今では。そのデビューが皆さんびっくりしたのは昨年の2月ですよそうなんです。ね。まだ1年とちょっとなんですけ本当でど。すよね。そんなまどかさんが昨年のレコード大賞新人賞を、ありがとうございまありす。がとうございますですね。で、元気ですよね、やっぱり。デビューシングルが、なにわ女の元気節っていうのは、もう元気そのものでございまそうすけなどんでも、す。そして、人恋三叉というのが、日本レコード大賞で歌わせていただいた一曲ですね。どうなんですか、レコード大賞の、こう、なんかすごい、なんかパーティールームみたいなところがあって、あそうそこにいでろんなアーティストさんいらっしゃるわけでしすね。すょごいですう。よ、でしもう。ょ やっぱりもうね、空気が違空気うんが、ですよね。そこにもう有名な、去年レコード大賞の方はどう、エグザイル？ EXILE さん。かっこいいでしょもうめっちゃ男前です結ね。構近いところで見ました？もうもちろん、もう間近であと皆どんなさん。人が印象に残ってます？ そうですね。やっぱり演歌の坂本冬美さん。そうか、氷川きよしかさん。きよしさ水ん。森かおりさん。ああ、そうですね。もうやっぱりポップスでも若い世代の方とかがたくさでんすよおられたので。ね。だって、ついこの間までテレビで見てた方でしょ？そうですよ、本当に少女時代さんとか、やっねぱり人数がいてると迫力があるなとか。もう私だけ一人やったんですよ、あ、そう。歌う時に。一人で歌うのが。あとの、新人賞の受賞のメンバーさん、アイコニックさん、少女時代さんで、スマイレージさん、皆さんこうユニットというかメンそうバーがね、おら皆れさんユて、ニットでしたね。なんかダンサーズ。まあね、でもどうなんですか、その自分がそこに立ってるっていう心境というか感想っていうのは。いや、もう一生忘れない経験を本当にさせていただいたなと思うのと、なんか空気の緊張感がすごくあったんですけど、あの場にまた来年も絶対ここで歌わせていただきたいなと思うぐらい、すごいいい舞台やったででしすね。た。でもね、すごいことですね、まどかさん。幸せやったですね。自分は変わってなくても周りが変わっちゃいますよね。そうです新人賞なんかね。取っちゃうとね。いや、もう、言っても相手が知ってくださってるっていうね。それはありがたいあことりですがたいでしね。ょう。あとファンの方が増えたでしょうからね。そうですね。やっぱりデビューしても何事も知っていただくっていうところからまず始めないといけない、新人なので、菊池まどかという名前と、で、また何を歌っているかっていうのとかをやっぱです覚えていただけるっていうね。ことと、やっぱり顔を覚えていただけるっていうのがもう何よそうり、ですね。嬉しいことですね。もう関西でも大人気だということでございますけれども、さて、5月にサードシングル「菜の花列車」、こちらでございますね。ありがとうございます。このジャケットでございますが、発売されました。もう3枚目のシングル、早あいりでがすたいでね、す。このわずか1年ちょっとで。そうなん今で回す。これはどんな感じの曲なんでしょうかね。リズム演歌と言いまして、デビュー曲の「なにわ女の元気節」、そしてちょっと民謡の一節が入った「人恋三叉」と、またガラッと違う、思わず聴いていると手拍子がしたくなる、そんな一曲を作っていただきました。で、主人公の女性も好きな人のふるさとに
こう電車に揺られながら列車に乗りながら、まあ、いろいろな複雑な、まあ、緊張感とでいろんな思いを詰めながらこう乗っていくというで、まあ、あなたの、まあ、楽しい家族の一員にしてほしいという思いをこう列車の中でこう膨らませながら行く。ってことは嫁ぐって感じなんですか？そうですね。で、まあ、絆がテーマなので、まあ、いろいろなこう思いであったり、まあ、大家族かなと私は詩を読みながら、はい、感じたんですけど。そこは想像するわけですね、やっぱりね。そうですね。歌い手としては。はい。おじいちゃん、おばあちゃんとか、すごい大家族に、この主人公はなんか、一員として入るのかなとか、はい、いろいろ。考えながら出させていただいてます。これからじゃあ夏に向けては、はい、ちょっと全国行くって感じですか。まあでも今回震災がね、そうなんですよ、春にありましてね、はい、大変な中でなんですけども、まあ、全国キャンペーンと東北方面も行かれる予定あるんですか。そうですね、また行けるようになれば、はい、お伺いさせていただいて、ね、昨年も元気便まどかとして全国に行かせていただきましたし、この震災前東北去年は行ったりしてます。はい、石巻の方にも。石巻、あ、じゃあよく知ってるんですね。そうなんです、景色とかもね、もう大変。2作目の人恋三叉が宮城の民謡の三叉しぐれが入ってるんです。なるほど、なのですごくお世話になってね。え、もう、じゃあもう本当ふるさとが震災を受けてしまったようなショックな、本当です ね心痛いなと思っていつも見させていただいてたので。そうですね、はい、まあ、ぜひこれから復興に向けては、はい、まどかちゃんみたいな元気がね、はい、被災地の方に笑顔を作りますんでね、ぜひこれから長いレンジでぜひ、東北地方もね、はい、盛り上げていけるように頑張ります。頑張っていただければと思いますけどね、はい、でもね、みんなまどかちゃんよく来たねみたいな感じでこう温かく迎え入れてくれるんじゃないですか。やっぱりそれが掛け声といいますか、うん、待ってたでとか、うん、やっぱり掛け声をかけていただけるのが何より嬉しいです ね、パワーになります。なりますね、はい、またねデビューして1年ちょっとなんですけども、はい、すでに NHK の番組ですとか、あとお笑い長寿番組の焦点にも。そうなんです、これ焦点の方だから浪曲師として出てるわけですよね。そうです、浪曲師として NHK の、 NHK も、はい、特選という番組が、はい、あるんです。それと焦点も浪曲で、まあ、憧れの番組やったので本当にう、ね、もうありがたく嬉しかったですね。ねえ、はい、でもあれでしょ、南春夫さんとかああいう、はい、双葉百合子さんとかああいう方って皆さん浪曲師でしょ。そうなんです、定築の大先輩、ね、南春夫先生も、ね、もう浪曲出身で。そうですよね、はい、歌謡浪曲も出されてますので、ね、だから、ね、見習いたいです、ね、はい、近づけるように。菜の花列車ですが、定築レコードの方から発売されておりますので、なぎわ女の元気節、人恋三叉、そしてこの菜の花列車3枚目ですけれども、はい、ぜひ皆様お買い求めいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう本当に僕はね、はい、今週は元気たくさんいただきました。まどかさんからありがとうございます、ね、来週もまだまだ聞きたいお話たくさんございますんで、はい、たっぷりとまたお話を伺えればと思いますが、まどかさん今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、毎回ご案内しておりますが、ハイカラトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。全国のまどこファンの皆様、お待たせいたしました。サードシングル菜の花列車が出ましたので、ぜひお買い求めいただいて聴いてください。そして浪曲ファンの方、4月に、浪曲の方の、CD も出てますんでね、ぜひこちらも聴いていただければと思います。でも皆さんにこう元気でいいねって言われるでしょ。そうです ねもうこれが本当ね、ご両親のもう、はい、感謝ですね、まあ、感謝ですね、育て方が良かったんで、こう素敵なお嬢様がね、いやいや、もうたくさん食べさせて、元気の、いや僕も元気なんですけど、はい、源です。また来週もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします、はい、それでは次回は6月の17日になります。また金曜日この時間にお会いいたしましょう。皆様さようなら。